皆さんこんにちは、ジャパンサイファイの J です。今日解説するのはユニコーンガンダムが解体されなかった理由です。一体なぜユニコーンは解体されなかったのでしょうか。いや、なぜ解体できなかったのか。そこには様々な事情がありました。当時の連邦ジオンの政治状況を分析すると、ミネバがユニコーンを解体させなかった理由、そして連邦がその事実を黙認している理由も見えてきました。さて、早速解説考察していきましょう。話を長く聞きたくない人向けに、ユニコーンが解体されなかった理由を結論からお伝えしましょう。それは4つあります。1つ目は連邦軍が黙認しているから、2つ目はミネバが政治的カードとして残しているということ、3つ目はミネバとバナージのたった1つの望みが関連しています。そして最後はユニコーンそのものが新たなラプラスの箱になったということです。それでは詳しく説明していきましょう。まずはおさらいから。ユニコーンガンダムはラプラス事変でサイコフレームが暴走し、多数の奇跡を起こしました。虹の波動によってモビルスーツを解体し、コロニーレーザーすら止めてみせていました。またパイロットを飲み込み、様々な奇跡を起こしたことから、人類がもはや制御できない自己進化していく技術としてシンギュラリティ1と名付けられました。しかしこのシンギュラリティ1、宇宙世紀0097のナラティブの時代では解体されたことになっています。ナラティブの冒頭ではミシェルの機密記録に関する会話では解体されたと言及されています。しかしこれは後ほど判明するのですが、ユニコーンガンダムは全く解体されていないことが視聴者には明かされます。まあ、解体されたのはビームサーベル1本ぐらいですかね。このことからわかるのは、ミネバの一党がユニコーンガンダムを保持しているというのは、独自に記録を入手することのできるミシェル、ルオ商会ですら知らない事実であったということです。ここで浮かんでくる疑問は、なぜユニコーンガンダムは解体されなかったのか、なぜミネバは解体せずユニコーンを残しているのかです。その理由には当時の複雑な政治状況がありました。まず一つ目のユニコーンが解体されない理由は、連邦軍が黙認しているからです。なぜ黙認していると言えるのか、細かく解説していきましょう。まず宇宙世紀0097で明らかになっていることは、サイコフレームの研究は停止、封印されたということです。劇中の描写からわかることは、ラプラス事変の直後にユニコーン、バンシーは双方の立ち会い人監査のもと封印、解体されたとあります。しかし現実はユニコーンは解体されていません。これは一体どういうことでしょうか。それは双方が解体したことにしたと合意したということです。ここでいう連邦軍とジオン共和国の解体式、厳密には連邦軍とミネバ一党の解体式は、当然のことながら公開はされず、解体したという情報を流して現実には解体しなかったということです。まあ、つまりその方が都合が良かったということですね。これはなぜでしょうか。これには2つ原因があります。1つはユニコーンとバンシーは今後現れる可能性のあるサイコフレーム兵器に対抗できる唯一の手段だからです。もしユニコーンとバンシーを解体してしまった場合、テロリストがサイコフレーム兵器を持ち出してきたら、それを防ぐ手立てがありません。一方でユニコーンとバンシー、どちらかだけを解体するというのも不可能です。なぜかというと、例えばユニコーンだけを解体してバンシーを残すと、そこに不公平が生じてしまいます。実際サイコフレーム封印の協約はそういうことにしてあるというだけで、実際はルオ商会はナラティブを運用していましたし、ゾルタンもアナハイム経由でセカンドネオジオングを保有していました。そのためユニコーンとバンシーを解体できない理由は、テロリストに対抗するための非常手段、最後の手段として用意しておくべきだったからです。ゲーム理論といえば分かりやすいでしょうか。例えば現実世界でも核兵器を削減するべく、各国は削減目標を出しています。しかしながら、この核兵器削減も誰か一人が大きく減らすと、その国が損をしてしまうため、みんなで一斉のせいで少しずつ減らしていくわけです。ユニコーンも同じで、一方的に解体してしまうと、その勢力が不利になってしまう。であれば相互に武器があるのだと分かった状態で平和を保つことこそがベストという結論になるわけですね。そしてお次の2つ目のユニコーンが解体されない理由、それはミネバの政治カードであるということです。そもそもユニコーンガンダムは宇宙世紀100年の節目にジオニズムを根絶する存在として開発されました。しかしこの宇宙世紀100年というのはジオン共和国の自治権返還の時期でもあります。つまり宇宙世紀100年を迎えたらジオンの名前はなくなってしまうということです。しかし宇宙世紀100年を迎えて単純にジオンの名前がなくなりました、みんな幸せとはならないわけです。このまま宇宙世紀100年になれば、ジオン共和国国民は必ず暴動を起こしますし、スペースノイドの自治独立を望む他のサイドも反乱を起こして第2第3のジオンを生む可能性すらあります。
そこでミネバは宇宙世紀最強の兵器であるユニコーンを政治的カードに利用しようとしたと考えられます。ユニコーンがあると先ほどの混乱は避けられます。なぜならユニコーンはあくまでもミネバ一党の所有物であり、ジュオン共和国の所有物ではないからです。もしジュオン共和国が連邦に対して反乱を起こそうとしていたら、ミネバ一党はユニコーンでそれを阻止できる。一方で連邦軍もユニコーンという強力な兵器を持っているミネバ一党に対して一方的な自治権返還を要求することはできないということです。ユニコーンという時を戻したり、コロニーレーザーを止めたりする超兵器があるからこそ、連邦軍はジオン共和国に下手に手出しできなくなるわけですね。つまりミネバはユニコーンという存在でジオン共和国と連邦軍の政治バランスを保てるというわけです。政治的な理由でユニコーンを解体できなかったというのも頷けますね。例えば他の作品で例えるなら、ジャイアンとのび太がいて、その横に地球破壊爆弾を持ったドラえもんがいると、ジャイアンも早々のび太に手出しができない、そういうことですね。ユニコーンを解体できない理由3つ目、それはミネバとバナージのたった一つの望みです。これは一体どういうことでしょうか？ミネバとバナージの個人的な望みはもちろん2人がラブラブでいることなんですが、それに加えてサイコフレームの乱用や戦乱の火種を非公式に潰すことにあります。実際ナラティブではミネバはゾルタン・アカネン一党の動きを察知して止めようとしていましたし、バナージもガランシエル隊と共に行動しサイコフレーム乱用につながる事件を止めようとしていました。サイコフレーム機を止めることのできるのはサイコフレーム機のみ。そのためユニコーンが残されているということです。しかし実際はミネバはバナージをユニコーンに乗せたがらないですし、バナージもユニコーンに積極的に乗ることはないでしょう。ユニコーンのエピソード7でバナージはユニコーンに取り込まれかけましたし、ミネバはユニコーンの朗読劇ではバナージに対して強い情念を抱いて戻ってきてと叫んでいました。あのファイナルライブめちゃくちゃいいですよね。封印されたユニコーンというのはミネバナの絆の証、これを使わずとも世界の平和くらい守ってやるという気概の表れでもあると捉えられるわけですね。要するにミネバナ定定ということです。そりゃユニコーンも虹色に光ってお祝いするわけですね。そして最後、ユニコーンを解体できない理由4つ目、それはユニコーンの存在自体がラプラスの箱になったということです。ラプラスの箱とは連邦の屋台骨を揺るがすことのできるスキャンダルです。その一つが宇宙世紀憲章の改ざんでした。しかしユニコーンもラプラスの箱になりうるわけです。ユニコーンエピソード7でコロニーレーザーを持ち出したことそのものが連邦の汚点になるということが言及されていました。ユニコーンに刻まれた莫大な戦闘データは全て連邦軍の闇を記録したものです。さらにユニコーンそのものの開発経緯すらも連邦軍のスキャンダルと言ってよいでしょう。ミネバはやろうと思えばユニコーンの戦闘記録を暴露して連邦軍のコロニーレーザー使用などなどを暴露できるわけですね。ここまで来るとなぜユニコーンが解体されなかったのか、いや解体できなかったのかが分かったはずです。ユニコーンをそのままにしておくことこそ連邦軍、ジオン共和国、ミネバ一党、この3者にとってウィンウィンウィンであるということです。適度な緊張を維持した世界で平和を保つ、そのためにユニコーンは解体されなかったというわけです。ではこの後ユニコーンがどうなったのかは、ユニコーン2を待つしかありませんね。さてこのガンダム輸出一体いつ来るんでしょうね。もし今日の動画で新しい発見があったらチャンネル登録お願いします。このチャンネルではガンダムいろいろ解説してます。それでは皆さん次の SF でお会いしましょう。